となく。ビートたけし。皆さんこんにちは、ゆうじくんです。そしてせーの、たけしです。ということですね、今回の企画なんですけれども、3対1で僕と勝負しましょうと。21点マッチで試合をします。おー、で、僕は1点取るたびに1点もちろんなんですけど、お三方は1人ずつ得点が違います。おー、1点、お、2点、4点、イエーイ、勝ちやもんこれ。そう、抜いた。あ、ここでしっかり取って、俺はもう頑張って頑張ってって、青ちゃんの時は僕は絶対落としちゃいけないんですよ。だけどいっぱい試合すればね、一人で試合すれば得点まあいっぱい取れると思うんですけど、3人で順番に回るんで限られた回数しか回ってこないわけじゃないですか。その中で今の点数設定で僕はやれれば、ここさえなんとかすれば、どっこいしゃねって僕は思うわけですよ。でも、先ほどにも2回ありますからね。そうなんです。だけど、ここで迷ったよ。1-1にしようか迷ったの、すごい。はい、いやー、1-1でも直接対決、若干タクシー勝ってるから、そこも加味して、1-2にしました、今回は。1-4だったら、なんかもうここゲーだからさ、ここゲーだから、青ちゃんゲーになっちゃうから、ちょっと先ほども含めて。みたいなっていうところで、ちょっとそこの差はね、若干ですけどあったかな、あるのかなっていうところで2点に今回は設定させてもらいました。もしここをひっくり返していければ、実力で皆さんこれからもぎ取ってください。そしたらまたいつかまたこの曲やるときは1点、あ、0.5 とかで大丈夫です。お願いします。お願いします。この点数設定はちょっと僕合ってるかどうかわからないんですけどね。これ多分ほぼあれやりが勝つと思って。お願いします。お願いします。そもそも勝てる勝てるって豪語するんだ。さっきの負けた時なんかあるのかな。あ、じゃあ焼き肉を買ってあげよう。おあ、じゃあありがとうございます。お願いします。お願いします。僕は式を挙げるために確実に本当に頑張るぞ。なぜです。さあ、サーブコーチさあ、じゃあ先ほどでしょうか。了解です。なるほど。今日はグーじゃんけん、ほい、さあ、さあ、よー、
絶対諦めない。さあよーよー、終わったくね。だってラブゲームしないといけないじゃん。12点連続。さあよっ、いやいや、お前全然。さあ、皆さん気軽に無料で使えるみんなの思い出 .com、 TT 埼玉さん、松島選手所属の田坂卓球会館さん、そしてあの卓球王国でも使用されている写真代行販売サービスです。気になった方はぜひみんなの思い出で検索、もしくは自分へのご連絡お待ちしております。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。動画がいいなと思ったらコメント高評価していただけるとゆうじくんがすごく喜びます。ツイッターやインスタもやっておりますので、よかったらフォローお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。